今年3月北陸新幹線の開業を迎えた加賀温泉駅。しかし周辺の施設整備は開業に間に合わず、開業前まで利用されていた加賀温泉駅の仮駅舎も残ったままとなっていました。今日加賀市役所で開かれた駅周辺の施設整備に向けた検討委員会、この中で駅前の中心に位置する加賀温泉駅の仮駅舎について今月中にも撤去が完了する見込みだと報告されました。そして跡地に建設されるのが2026年3月のオープンを目指す屋根付きの広場ガレリア。全面ガラス張りの施設で、市ではスポーツ観戦やマーケットなど多くの人が集まるイベントでの活用を想定しています。しかし委員からはこんな懸念も。これガラスですから地震になった時に大変な被害が起きるという想定はしてないんでしょうかね。ガレリアの外部のこちらが、このガラス屋根の部分が中のこの骨組みが細かくなっております。すごく丁寧にちょっと高度計算をさせていただいて、そういった心配はないということでさせていただいております。金沢のガラスドームもそうです、もう20年ぐらい経ちますけど、まだ何らか の欠陥を見せてませんので、 SNS やインスタグラムで評判になるんじゃないかなというふうには思っています。一方高架下では飲食店や観光情報センターなどが入る交流施設の整備が進んでいて、今年12月1日にオープンする予定です。